旅こと塾 YouTube をご覧の皆様、こんにちは。指揮者の静間圭介です。今回も前回に引き続きバイオリニストの横山亜美さんに、バイオリンの魅力についてたっぷりと語っていただきたいと思います。横山亜美さんの、プロフィールなどについては、前回の動画でもご紹介しておりますので、まだ前回の動画を見ていらっしゃらない方はぜひとも前回の動画もご覧ください。今回も前回に引き続きバイオリンについてたくさんお話を伺っていきたいんですけれども、前回のお話の中で少し気になったんですけども、昔の楽器と今の楽器ではこのバイオリンの指板の部分であったりとかね、こう頭の部分が角度が違ったりというようなことを少しお話しされてたんですけども、そういった違いによって、音がどのように変わるのかなどですね、ちょっとその違いがなぜ生まれたのかということを教えていただきたいなと思うんですけども、はい、お願いします。分かりました。ではその前にですね、ちょっと弓を預かっておいてもらえますか。はい、で持つ時ねちょっと気をつけてほしいんですが、はい、この馬の尻尾触っちゃうとね、あの手の汗とかね、油とかついちゃってね、尻尾のがねちょっと機能が落ちてしまうんで、こっちの棒のこいつの手元とここを取ってください。ね、はい、はい、どうぞお願いします。大切な弓を預かります。よろしく。はい、というわけでバイオリンのね説明なんですけども、前回お話をしていたこの指板とか、この横でねこうしてみると分かるんですけども、この楽器はねまっすぐこう平行になるんですけども、対して指板がこうちょっと上に上がってるの分かりますかね。でこの形は現代私たちの楽器はほとんどこういう風な形が多くって、ただストラディバリが生きていた時代、まあ、1600年代とか少なくとも1700年入るちょっと手前ぐらい、それこそビワルディとかヘンデルとかバッハが生きていた時代はですね、この黒いものですね、これがもう少し今こんな角度がこういう風に表板に対して平行だったんですね。で私がね聞いた制作家さんからの情報やと、こうちょっとねなんか40度とかね、そのぐらい少し角度がついてるんですけど、だから実際そのバロック時代って言われる1600年代だから、まあ1700年代初め頃この頭の部分がもうちょっと高い位置にあったんです。でじゃあ何がどうそれが楽器に影響するのかっていうと、そのここが高い位置であることとによって、この駒が今このようなね、見えますかね、駒がこうありますけど、これがもう少しね、低い位置にあったんです。まあこのぐらいでしょうかね、ちょっと見えづらいかもしれない。今指が私あると思うんですけど、駒が今この辺の高さに対してもうちょっと低い位置にセッティングされてました。で、そうすると、ここの圧力ですね、弦の、ここに貼ってある弦の圧力がもう少し軽かった。今はこれしっかりね、大体20キロぐらいここに圧力かかってるらしいんですけれども、これが低かったことによって変わるというのが、音がですね、あの音量がもう少し少なかったですね。でもう少し、他の違いといえば、音の、まあ、音量小さいプラス、威力とか、もう少しね昔は音が優しい音色だったそうなんですよ。というのも張力、まあ、引っ張るっていう意味の張力が、低いことによってですね、音量は小さいけれども優しい柔らかめの音色が出てたそうで、で今のこの現代流のセッティングですと、あの音量が大きい、その代わり少しだけあの音色がきつめになるという。でどうしてじゃあこのような形にストラディバリが生きていた時代から変化していったかというとですね、あの昔はその1600年代の時は貴族さんたちを、まあ、割と小さめな空間でお食事タイムとかのバックグラウンドミュージックにこの弦とかの生の演奏をですね楽しんでた、音楽家たちが、宮廷音楽家たちがその貴族さんたちを楽しませるために用いてた、そんな立ち位置だったんですよね。あとは教会でもともと響くところでも合唱隊がいるところの、まあ、ちょっと伴奏チックにいるとか、そのような立ち位置だったので、バイオリンが前面に押し出されて弾かれていたのとちょっと違ったんですよね、まだね。ただビバルディさんとか、バッハさんとか、あのあたりの方々がバイオリン1台でも成り立つような曲とか、あの技法ですね、器楽奏法っていうんですけれども、そういうものがどんどん生まれてきて、おっとこれはいけないと、もっと大きな空間でもっと大きな音を出さなければならない、どうしようって言った時に、その元々のボディのこの形からもっとたくさんの音が出せるような改良がされたんですよね。それがもう1700年代真ん中から1800年に至る時にはもうその改良がどんどんされ始めたんです。
で今私が使っているこの楽器はこれは1996年製の楽器なんで、最初からこの形を、見込んでの、制作がされているんですが、いわゆる名器ですね、ストラディバリとかああいう方々の楽器というのは最初はこうじゃなかったので、あちこち触られてるんですね、後世の方々がこの今皆さんが見ているこの形にセッティングを変えてるんですね。でそれはあの悪いことではなくって、時代とともに楽器の弦楽器の立ち位置が変わってきたので、時代時代に合わせて改良されていった、その結果が今皆さんが見ているこんな形ですよと。で大きく違うのが、昔はその小さな空間で限られた人数で楽しむ、それで良かったから大きな音が必要なかったんですね。で皆さんパガニーニとか分かりますよね、超絶技巧のすごそうな方々、そういう方たちが出てきて、バイオリン1台でたくさんのお客さんに向けて大きな空間で、音を伝えなければならない、そういう需要が変わってきたので、楽器もそれに合わせてまた変化した。大元のねこういうとこは変わらないんですけれども、そういう音の出し方ということでは変化していってるんですね、という感じで音が鳴る仕組み、それからちょっとした歴史にね関わることをお話しさせていただきました。ありがとうございます、今ね少し話してて、おそらく気になった方もいると思うんですけども、昔のねストラディバリウスだったりとか昔から伝わってきた楽器を今新しく、私今の形に変えるためにいろいろ触ってるというね、おっしゃったんですけども、どうやって曲げるんだとかね、そういったことがおそらく気になってるんじゃないかなと思うんですけど、この接着技術にね、鍵があるんですよね、そもそもこれってバキャって外れますで、この指板もバキャって取れます本当に接着剤やったらちょっとダメなんですけども、実はこれこう見えますかね、こういうところのね貼り付け具合、ここねダメありますよね、こういうところってニカワをつけてくっつけてるんですよ。でニカワってその動物性の魔物なんですけれども、熱に弱くってしっかりここあったかくすれば取れるんですよ、ちょっと緩んでね、それをバキャって取るんだけど本当に ね、 そうなんかこの芝、黒い芝も見横見ていただくと分かるんですけども、見えますかね、ここあの白いとことここ違いません、これも思いっきり取れるんですよ。ちなみに私この芝一回交換してます、交換してます、10年に1回ぐらいのペースで交換してる。ここはね、触ってるとどん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 摩耗していくんですよ、指板ってすり減っていくので、でそれを、まあ、毎回ね慣らしていくんだけど、やっぱだん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 薄くなって、これがメコメコ動くようになっちゃうんですね、この仕事そこまで薄くなるんですか、なるなるなる、そうそう、そんな指圧が強すぎてね、それで1回思いっきり取って、で新しく付け直したのがこの今の芸能2代目の指板なんですね。そうやって実は取れるんですよ、バラバラ全部そうです。だから箱を開けるっていう時は中のことをね、ちょっと修理したりという時に、ここも2回でついてるので熱を持たせてバキッと取るわけですね、はい、そうです。バイオリンがね、簡単に分解できるということはなかなか皆さん知らなかったんではないかなと思います、はい、ね、結構びっくりしてしまうんですけどもね、はい、最初バラバラになってるところを見るとでもそれも、はい、ある種何か、壊れそうになった瞬間に壊れにくくするための、策なんですよね。これが下手に接着剤とかだとそこが無理やりで取れないから、他にひびがいって壊れるとか、一つの知恵なんですよね、それがね、はい、例えば割れてしまった部分だけ外して直したりとか、そうそうそう、そういったことも可能になってくるんですね。そうです、そうです。そこで、まあ、ある種外れやすい状態にして他に被害が及びにくくなるとか、そういうこともあるので、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、あとですね、もう一つ先ほど私が預かっていたこの弓の部分なんですけども、僕がバイオリンについて、まあ、大学に入ってからね、バイオリン奏者とこう関わるようになって最初にものすごく驚いたのを覚えてるんですけども、本体がねこう大事なのは分かるじゃないですか。実はこの弓の方が音色に関してはものすごく重要な役割があって、しかも結構買うといい値段がするんですね、はい、その話を聞いて、だいたいねこう本体と弓って別売りなんですよね。そうですね、で弓と本体の組み合わせも演奏者こう合わせて選ぶということを聞いたことがあるんですけども、この弓についても少しお話を、はい、では逆に、はい、どうぞ、はい、緊張するんですかね、立派な楽器は、はい、弓に関してですけど、まあね、こんな長さのものでして、私のね、まあ、腕をこうやって長くすると、まあ、私も割と腕長めなんですけどね、まあ、こんなぐらいで結構長いんですよね。で弓っていうのは皆さんね、毛の方とかに結構頭がいってしまうかと思うんですけれども、実は毛っていうのは馬の尻尾は完全消耗品でして、
あの半年に1回とか、まあ、面倒くさがってもうちょっと長くなることあるかもしれないけども、あのこの馬の尻尾自体っていうのは価値はそんなに、まあ、まあ数千円で、ね、交換できるものなので、まあ、重要じゃないっていうと語弊があるんですけど、一番重要なのはこの、まあ、今ちょっとネジ取りましたね、見えますかね、こんなネジなんですけれどもね、はい、これ取って今こんなちょっと緩んで見えますかね、今ビヨーンってなってるんですけど取れるんですね、こんな感じですね、完全に取れてしまいます。でこれが毛箱っていうんですけれども、ここにネジ穴があって、実際にここにネジを通して引っ張ってるんです。で馬の尻尾なのでこうゆるゆるな感じなんですけども、実際に最も重要なのってこれなんですね。この棒自体見えますかね、この頭の方とか、よいしょ、こんな形してるんですけれども、もちろんあの弓の、あの制作家さん次第でまた形が若干違ったりとかね、あとこちらの方ほらこうくぼみがあるんです、こんなところね、はい、ちょっとこれ古いものが少しここ摩耗してますが、でまあ言ったら棒切れですよね完全なこんな棒一本に正直数百万とかそういう単位かかるっていうイメージ持ってる人は、弦楽器の世界知らない人にとってはえってなると思うんですけど、ちょっとねこれ言うと驚く方が多いんですが、バイオリンって、まあ、このバイオリンの、まあ、音色を実際作る楽器ですけども、皆さんどっちが重要ってイメージあります？実際バイオリンと弓って、とりあえずほとんどの一般の方って弓ってもう完全場外のものだと思ったんですよ多分きっとね、これがストラディバリーとかね、ストラディバリースがあったとかね、ところがですよ、この弓っていうのはかなり重要でして、実際にこう音をあの作る、音のね音程取ったりとか、そういう意味ではここの弦を触って音程取ってで重要なんですけども、実際の音を生み出してる方っていうのを皆さん考えてほしいんですよ、どっちかっていうのね。そして殺弦楽器ってね、私ですが擦るという感じですね、殺弦、擦って音を出すという字の通り、実際に擦ってるってこっちなんですよね。なので変な話、こっちがストラディバリ級の名器、ストラディバリスみたいな名器で、でもこっちが真っ暗の弓でしたら、そのこちらの楽器の性能は全然引き出せなくなってしまうんですね。で一説なので、これは確かというわけじゃないんですが、ストラディバリウス級の弓、バイオリンに対してストラディバリウス級の弓をあてがうとしたらね、どのぐらいかっていうと、多分日本円で1000万クラスじゃないとダメなんだそうなんですね、はい、1000万円もする弓がたくさんあるそうで、まあ、言い方ひどいですけど1000万円する棒切れですよねすごい言い方すればね、そうなんですけど、皆さんびっくりするかもしれないんですけど、本当にいい弓と悪い弓って全然違うんです。で今皆さんが見ているこの弓の形はフランスでこの形が完成しました。昔は本当に狩りをする時の弓矢みたいな感じで、こうアーチ型のね、こういう半円形の形してる際もあったのが、まあ、ちょっと短くなったり長くなったり、いろんな歴史を超えた後、だって1900年前後ぐらいにこの形はもう出来上がってたんです。でそれがフランスだったんですね。だから私がこれ使ってる今フランスの制作家さんが作ったものを、使ってるんですけれども、不思議なんです、弓って本当にあかん弓って、もうあかん弓、あかん弓、右手ですっごい邪魔されるんですよ。引いてたら私こっち行きたいのと思ったら私こっち行くね、逆に行く感覚、こっち行きたいからこっち逆に行く、いい弓って不思議なんですけど、私こっち行きたいって指示を出す前に勝手に言ってくれるんですよ、イメージ的に。手の中で起こってるふわっとした本当に感覚の世界なんで、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、私がこっち行きたいという動作をする前からもう引っ張ってってくれるんです。で邪魔な弓ってのはこう行きたい、はい逆行ってくれたとかね、そんな感じなんです。だからこの手の中でもうすごい戦闘が発生するんですですから私の持ってる能力すらも邪魔をしてくる。でそれが結果としてこのこちらの楽器の良い音色を出すことも邪魔する、それが赤い弓ということなんですよね、はい、なるほど、まあ、弓の方がですね、バイオリンを実際に弾く方にとってはもしかしたら重要かもしれない。他のバイオリニストさんもそう言いますよね。うん、楽器は何でもいいけれども、ね、弓はやっぱり
弾きやすいものを選びたいですね。それこそ私たちが喋る時のこう声帯をね、震わして喋るじゃないですか。でそれを言ったらここ、息を送り込んで声帯を震わして喋ってっていう、その言った息みたいなもんなんですよね、弓って。だから息の量によって実際に出てくる音、だから息を入れなかったらみたいになりますよね、声は全然発生しない。だからバイオリンというのは声帯みたいな、私の感覚ですよ。で弓というのは息でも、その息がもう上手にコントロールできるような状態でなければ、そのコントロールの歌声とかも邪魔されていくことになるので、私的にはですよ、楽器を選ぶときはバイオリンばっかりに皆さん初めての方は言ってしまうんですけど、もう同等クラスに弓のこともすごく考えてほしいなってよくね思うんですよ。予算をね、予算はどうしよう、帰りの方にこう全部持っていきそうになると思うんですけども、例えば、例えば私150万予算がありました。それね、140万バイオリンにあって10万弓というよりかはですね、80万ぐらいのバイオリンにですね、70万の弓の方が絶対いい演奏になると思うので、そういう選び方、なんかですね、またご自身のお好みなんですけれども、はい、これはですね、本当にバイオリンを弾いている人から目線とですね、なかなか聞けないお話だったんではないかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、はい、ここまでですね、いろいろとバイオリンの仕組みや構造についてたくさん、教えていただきましたけども、なかなかこんなドアップで楽器の細かい部分をですね、見れることってなかったんじゃないかなと思って、横で見ておりました。はい、続きましてですね、このバイオリンという楽器がですね、こう音楽を奏でる時の役割であったりとか、そういったことについて少しね、お話聞きたいなと思っているんですけども、このバイオリンという楽器、今日ではソロ楽器として一人で演奏されることもあれば、オーケストラのようなね、アンサンブルの中で大人数で、オーケストラというとバイオリンは本当に何十人も集まるわけですけども、そんな風に、たくさんの人数で演奏することもある楽器だと思うんですけども、それぞれ良さがあって、僕は指揮をやってるのもあって、こうたくさん弦楽器が集まっている時の響きが大好きだったりするんですけども、横山さんはいろんな活動でね、ソロでの活動もあれば、アンサンブル、またオーケストラの活動をたくさんされてると思うんですけども、そういった中でのこうバイオリンの位置づけというか魅力だったりというのはどのようにお考えですか？そうですね、私自身はやっぱり家族全員バイオリンをしていたこともあるので、幼い頃からソロソロソロみたいなイメージが結構強かって、でそれがかなり息苦しかったんですけれども、今でこそね、一人で演奏はもう全面に押してやっていますが、当初はですね、ソリストには絶対になりたくないっていう気持ちが強かった。珍しいですよね。強かったです。音的にね、絶対ソリストと言われるんですけど、そうだ、心はね、全く向いてなかったんですよ。で、私がじゃあなんでこのバイオリンを取ったかってなると、アンサンブルなんですよね。はい、私の母親が私が落ち込んでる時に、亜美ちゃんちょっと第二バイオリン手伝ってくれないかなっていう。第二バイオリン、第一バイオリンの下で、主にハーモニーとかね。そうですね、第一バイオリンはやはり皆さんが一番耳にね、飛び込んでくる目立つメロディーラインをしてることが多いんですけどね。でも第二バイオリンっていうのはその第一バイオリンがちょっと隠れた場所で、でも第一バイオリンの重要な部分を縁の下の力持ちでずっと支えているっていうのが第二バイオリン位置でね、合唱でいうとアルトみたいな、ね、そうですそうですそうです。でその第二バイオリンを私17歳の時に初めて弦楽四重奏、バイオリンとバイオリン2本ですね、それからビオラとチェロと4人の編成で初めてその第二バイオリン経験して、いやドハマりしましてね、私ってその音楽をする点では決して目立ちたがりではないんです、せっかくそうなんで、誰も信じてくれないんですけれどもその第二バイオリンの例えば、ある一節でですね、シューベルトの死と乙女っていう曲でも、第二バイオリンって大変、地味っちゃ地味かもしれないんだけども、ファーストバイオリンが動いてる時に第二バイオリンひたすらもうこんな動きになっちゃう、何一人でやってる、何
何してるんだろうとなるんですけどね、まあ、リズムをねずっとやる、はい、それがねバイオリン、ファーストバイオリン、第一バイオリンのメロディーが上にスッと入ってくるとめちゃめちゃ綺麗になるんです、うん、で正直ただの苦行のようなもう人差し指で小指をやってるこの動きねちょっとバイオリニスト的に嫌なんですよ。で楽譜一人で練習してる時何がいいのこれって思うんですけど全員揃って弾いた時にね発動するんです良さが。それの感動が忘れられなくて私バイオリニストになろうって思ったっていうのがあるのでね、うん、だから本当は第2バイオリンとかその中に入って皆を支える側がとても好きっていうのがあります、うん、なるほど。アンサンブルの中でのバイオリンの役割に、まあ、惚れてというか、ね、はい、それでこう、プロの道を進もうと思ってるわけですよね、はい、どうしても第一バイオリンに押し出されがちなんですけど、うん、なるほど、はい、今では、どういった活動といいますかその何をこう主に置いていきたいなっていうのは何かあるんですか。そうですね、あの先ほども話してたとそのソロ、もちろんこのソロの道を極めるというのも大変重要だと思っているんですけども、あのソリストになりすぎるとまあ、ソロっていうのはイタリア語で一人って意味なんですけどね、うん、その一人でやる人をソリストと言いますが、あのあまりねソリストソリストになりすぎるとこう周りの音が聞けなくなってしまったりとか、うん、あの合奏を人と合わせて弾くというのがなんかちょっとね不都合が生じたりとかっていうのもあるので、だから一人で弾いていても誰かと弾いているような感覚をずっと持ち続けたいとか、それいつもあることなんですよね。で私はあのずっと一生バイオリニストとして伸び続けるっていう覚悟は持ってるんですけど、何のためかというとそれはより良いアンサンブルをしたいからとか、そうやってチームで一緒にいいものを作ってるっていうその、あのそこでしか生まれない感動をお客さんに全力で伝えるためにもね、やっぱり技量っているわけですから、その技量を伸ばすためにはソロ重要だと。だからある意味マルチな、ね、奏者でありたいってのは思うんですが、決してソリストになりたいからソロをやってるではなくて、皆さんと楽しいアンサンブルとか本当のより良い音楽を築き上げるためにソリストとしてもできるようにしてる、そんなあり方です ね、はい、まあ、あの弦楽器がこうソロのバイオリンの音っていうのはね、たくさん聞く機会があるかもしれないですけども、あまりこうオーケストラで弦楽器がたくさん集まっている時の音色をこう意識して聞くことってあんまりないと思うので ね、そういったのはやっぱりライブのコンサート、オーケストラや弦楽アンサンブルのコンサートなんで、ぜひぜひあの温かい音をですねたくさんの人に僕も聞いてほしいなって思っています。また横山さんもね、あのクラシック以外のジャンルでもね、いろいろバイオリンが活躍するジャンルだともう何でもござれという感じでね、いろいろ挑戦されてると思うんですけども、はい、まあ、バイオリンっていう楽器は多分クラシック以外でもね、たくさん今活躍してると思うので、最近何かこう、なんていうんですかね、まあ、たくさん興味はある分野あると思うんですけど、クラシック以外にこんな音楽をやってるよとかっていうのはありますか？例えば、ちょっと時期は違うかもしれないんですけど、あの春の海とかね、あ、尺八っぽい感じをバイオリンでやる、うん、例えばこれも一節ですけど、あの、うん、普通に弾くとバイオリンらしくね、思うんですけど、これを尺八っぽくね近づけてみたいと思います。なのになんかこう日本の楽器のようなね、こう和な感じの匂いがしてきましたね。はい、はい、あのあーみたいな感じですよね。それを今この左手の震えで作ってたんですけども、あのバイオリンだけれどもバイオリンじゃない音とかね、そういうのを作るのは大好きですね。もうすごく楽しくって、はい、ね、なんかフルートとかね、うん、あのこれはハーモニックスっていう技術ですけどもね、あの人差し指と小指を使うんですけど、普通に一本の指で置くとこの音が鳴るんですけど、小指をこの上に置くとこんな感じになります。
こんな感じですね。こういうフルートポートとかをさらにフルートらしくしたらどうなるかなとか、そういうのを考えるだけですごいワクワクするっていうところが、もうなんていうんですかね、まさに音の職人ですね。そうそうそう、そんな感じですかね。、はい、なかなかこうバイオリンの普段見れない一面もね、たくさん、見せていただいたんじゃないかなと思いますけども、ぜひそんなねバイオリンの音をですね、生で、ライブコンサートですね、たくさんの方に聞いていただけたらなと思っております。今回はですね、バイオリンについてたくさん、普段聞けないお話を、聞かせていただいてありがとうございました。はい、ありがとうございます。阪急旅コート塾では、私の音楽鑑賞の講座やまたセレーノミュージックの企画する、コンサートなども行っておりますので、そちらもぜひとも足をお運びください。それでは今日も最後に、横山亜美さんの演奏でお別れしたいと思います。